皇王山は、大阪府豊野郡豊野町寺田と京都府亀岡市、西別院長湯原との境にある山である。山名は、昔ノの鳥が生息していたことに由来するという。皇王山はその山葉が、野瀬町の歌垣山から見ると、富士山のようでもあることから豊野富士の異名がついている。一方、亀岡市西別院長、湯原の側からは本当に、 大鳥のような形をして見えるという。はるかに、阪神地方が見渡せる、山頂付近には両部、そよゴ、くぬぎ、こなら、あせび、ひイラミツバツツジ、チじミザさ等が自生する。この山は、丹波高地や北雪山地にある、他の山々と同様、純平原化した山脈が侵食されて残った残球が、再隆起して作り上げられたと考えられている。 平安時代の歌小三年、吉明商人が山麓を訪ねたとき、この山の頂上に四雲型ナビック中を、甲のトリがには、舞い降りたり舞い上がりしているのを不思議に思い、その山頂に来てみれば二寸三分のフツがいられたという。そこで、商人はこのフツを二尺三寸に、倒売して、薬師如来尊像を掘り、その体内にフツを収めた。そのようなことから、三名を、 大鳥山と呼ぶようになり、その後、皇王さんと呼ばれるようになったと言われている。江戸時代には、道島の米相場の状況を知らせるのろしを上げた場所であるとされている。ところで、この山のふもと、と世の町寺田には、聖宝寺という箇所を三年回帰の古刹が存在するが、この寺の三号を皇王さんと言い,い、三名と同じ文字が用いられている。そのようなことから、 この青ボンネラの3号が、3名の元となったという説もある。皇王山 ABCDE 豊野町の山、豊野町観光協会 AB ホーム暮らし暮らし、環境自然環境亀岡の自然百選皇王山、亀岡市ホームページ皇王山整備豊野町、観光協会、ありがとうございます。